クリコ様お誕生日おめでとうございます。そして新郎であり息子の笠崎さんがお祝いと感謝の言葉があるそうです。笠崎さんよろしくお願いいたします。おばあちゃん、ダメダメ、お手紙書いてみました。はい、あと聞いてください。お時間をいただきます。小さな巨人瑠璃子さんへ、今までですね、お母さんに手紙なんて書いたことはなかったんですが、誕生日ということで手紙を書かせていただきました。まずはお誕生日おめでとうございます。そして31年間、女で一つで俺を育てていただき本当にありがとうございます。本当に今までたくさんの苦労をかけてばかりでしたが、これからはちょっとずつでも親孝行ができればなと思っています。これからも体を大事にいつまでも元気で明るい、ね、お母ちゃんで見てください。まあ、そして俺も子供を授かったらいろいろアドバイスなどをしていただければこれ幸いと思います。でもですね、口うるさい姑にはならないください。ぜひとも俺はひろこの味方でも母さんの味方でもございませんので、はい、なんかね、よろしくお願いします。はい、そして皆さん、本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。おめでとうございます。息子から母へのお祝いと感謝の言葉でございました。ではここでこのお三方で記念写真を撮らせていただきたいと思います。皆様またまたシャッターチャンスでございます。以上をもちまして新郎大木和明、新婦田崎博子の結婚イベントを終了いたします。新郎新婦お母様が退場されますので、皆様最後に盛大な拍手を持ってお送りください。いいね、ありがとうございます。
皆様、この後少し会場のお色直しをいたしまして、本日ご覧の皆様にもこの